美しくなければカリスマになれない、まあ、確かに今朝楽っていうのもありますから、やっぱ通学が楽になりましたね本当に大学生小峰蓮19歳、この5分、朝出かける前の5分って結構辛いじゃないですか。なんか気だるかったりとかして、それが楽になったっていうのは大きいですね。自身の気どこさに悩む彼がたどり着いた場所はここ、男性専用の総合美容クリニック、ゴリラクリニック。これは美に悩む男たちを追った記録映像である。あ、やっぱ転写してるところがなんていうんですかね、薄くはなってきてると思います。着々と。そうですね、それはかなり効果は出てると思います。ほんと血出なくなりましたね。でもやっぱまだちょっと若干この辺の肌荒れは出ちゃうんですけど、やっぱね、痛い思いしなくていいって相当大きいですね。3日に1回ぐらいですかね、朝出かけるときにしていきます。施術を終え、現在の心境を伺うことに。一番大きな変化はやっぱり痛みですかね。あの 1,2 回目は特に痛かったんですけど、もう4回目となると慣れてきたんだが、あんまり痛くありませんでした、ね、そうですね。でも1回目を10としたら本当に4ぐらいですね。今日ももう早く終わったんじゃないですか。15分ぐらいですかね。短かったと思いますね。やっぱスッと終わるのいいですよね。あと顎の下触る回数減りましたね。ヒゲ生えてるとなんかちょっと触っちゃいません？なんかこれやりたくなりません？なんかそれが減ったなと。Yeah.